青野ダムは兵庫県産だしかも向こう側の支流である黒川、青野川に建設されたダム。1967年に兵庫県により青野ダムは計画され、1975年に知見社会との基本協定調印を経て、1983年ダム起工式がなされ、試験、管理の後、1988年6月にダム竣工式がなされた。 向川水系の青野川及び黒川からの河川を貯水するダムで、兵庫県でも比較的規模の大きいダムとなる。向川沿線6市の洪水の調節と水害の防除、ダム地点下流の向川沿線農地の既得館外用水及び既得上水流水の正常な機能の維持、工業用水の補給と流水の正常な機能の維持と増進。また、 三田市街地及び北雪三田ニュータウン、他2000外ダムからの水道用水とブレンドされ、神戸市北区の上津台や藤原台また大御町地区の上水道用水として、日量約9万2000トンの用水を取水し、約8万7400トンの水道用水を供給する上水道用水取得のための多目的ダムである。水道水として用いられる水は、 兵庫県営水道三田浄水場に送水され、三田市内や神戸市北区の家庭に供給されている。ただし、青のダムからは専用送水管などで浄水場と結ばれているのではなく、放水されたダム湖の水が流入する向こう側を通じ、三田浄水場にて必要量を取水している。線状事故線浄寺山と線状事故ダムによってできた湖は当時の三田市長の命名により、 戦場事故と呼ばれ、これは付近にある戦場寺山から由来する。ダムの名称から青のダム湖と称される場合もある。ダム湖は L 字型に三間に位置しており、付近は周回する指道に多くの公園が整備されており、家族連れなどが行こえる湖畔である。三田市の水亀でもあり、周辺環境の維持のため、三田市では戦場事故の環境を守る条例を制定し、 2002年9月に施行している。行楽客のゴミ捨てなど環境を悪化させる行為を禁止し、湖畔でのバーベキューや湖上でのボートや、カヌーなどは場所に制限を設けて許可されていることなど、戦場事故の水質保全に努めている。他にも、二次公園、鴨山公園、小野公園など、周辺に駐車場を備える公園が点在する。ありがとうございます。